さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。今から入院しますということでですね、今回はもう事前に日を決めて、本当に初なんですけども、無痛分娩をします。計画分娩なので、今お風呂上がって準備したら、病院に行って入院して、明日お産になります。妊娠出産何回重ねてもやっぱり不安は消えませんね。一応今日にその子宮口をちょっと広げる処置をして、で明日促進剤を打って、無痛分娩という感じになりそうです。今のところはね、まあ、でもお産って何が起きるかわからないので、やっぱり今回その無痛分娩っていうのでも私初めてなので、ちょっとどんな感じか予想ができなかったり、全然イメトレもできてないんですよね。正直不安もありますけど、すごい楽しみでもあります。とにかく元気に赤ちゃんが生まれてくることを祈ってということで、じゃあ行ってきます、病院に。はい、病院に着きました。初めての個人病院出産、ね、すごいね、めっちゃ綺麗、超綺麗やし、広いし、ファミリールームであれね、泊まれねえな、一応な、うん、大人2名まで泊まれるって、家族見て、えごめん、産後ケアホテルですかみたいな。今看護師さんから説明を受けたのは、まずこの後もう無痛の管通しちゃうって言ってたな。うん、でそれでラミナリア、多分子宮口を開けるなんかを入れて、で明日もうお産って感じで、ミノはいてもらってもいいけど、もう帰ってもらいます、子供いるんで。バイバイ、はい、また明日来ます。どうですか、緊張する、緊張するね、毎回緊張する、うん、まあ、頑張りますので、ということで、とりあえずちょっと、はい、着替えないといけないので着替えます。ミノは帰りまして、今から無痛の処置をするということで、準備も終わって着替えました。ドキドキすんねんけど、めっちゃドキドキする。あ、痛いんかな、やっぱ管通すって言ってるから痛いやろな。何か当院選ばれた理由ってあるんですか。なんかここは昔からあるっていうのを聞いてて、個人病院で産みたいなっていうちょっと思いがあって。あ、そうでしたか。でそれで調べたら、え、無痛もあるってなったんですよ。なんか最初来た時にその先生の丁寧さに、そうですね、安心できるなって思ったのが来てたんですよ。でそれでここに通おうと思って。いや先生喜びますよ。説明してくれる時に、ええ、なんかすごい本当にすごい仕事に誇り持ってされてんねんなっていうのがすごい伝わってきて、そこにすごい信頼を感じたんで。あ、よかったです、先生喜びますよ。多分ね、先生そういうことを考えながら患者さんに携わってると思うので、うん、そういうのがなんか伝わってるっていうのがちょっと私たちもすごい嬉しいですし、先生直接言うと多分ね、嬉しいと思う。口角米、口膜外麻酔の管を入れたんですけど、思ったより痛くなかったです。なんかね、ちょっとねお腹張ってんだよね、5分間隔で。これね、ここが波上行くと結構張ってますみたいなのが、これお腹張ってますみたいなのが結構数分間隔で来てんのよね。今ね、お部屋に戻ってきました。40分間ぐらいモニターつけてたんですけど、おって感じです。もうちょっとでご飯です。とりあえず仕事をします。ご飯届きました。え、待って、ホテルのご飯ですか。ちょっと待って、私こんなん病院で食べたことない。食べとかないとあかんから、いただきます。なんかこんなにゆっくりして食事作ってもらえると か、 なんか久しぶりすぎて、むしろリラックスしてなんか満喫してる病院をね。おいしい、うん、おいしい、うん、しみる、めっちゃおいしい、最高です。
血液の分泌物もかなり出てくると思うから、すいません、ちょっとナプキンさせてください、ね、はい、進みそうだし、陣発してるかもしれないね。まさかの、うん、自然陣発って感じよね。そうですね、うん、5時45分ぐらいから、うん、うん、みたいな、やっぱ痛いなってなって、いやでも大丈夫かと思ってたんですけど、ご飯食べずに痛いな、本当。じゃあ一応陣痛が来たのが17時45分にしておきましょうか。はい、ね、わかりました。今日はまさかね、まさかだね。陣痛ですね、陣痛来ました。明日一応経過分娩の予定だったんですけど、夕方ぐらいから痛いなって思い始めて、今ちょっとうーって来てます。あたこちません、もうなんか来てる感、うん、まさか今日来たからな、うん、痛いなって言い始めてからだいぶ経つんですけど、5分間隔がずっと続いてて変わんないですね。なんか若干間隔が空いてるんじゃないかっていう話になってて、もしかすると今日産まずに明日になるかも。いや分かんないな、一人一人違うから。あれからだいぶ経ったんですけど、陣痛が10分おきになっちゃったので、整えていったってことで一旦寝ます。まあ、予定通り明日もし進めば明日分娩って感じになるかなと思うので、とりあえず寝ます。おやすみ。おはようございます。朝になりました。全然寝れませんでした。結局あなたやっぱり本陣痛というか、子宮口も開いてきてて、って頭も降りて切れてるって感じだったんですけど、止まっちゃって、まあ、青の時と一緒ですね。陣痛に繋がらなかったみたいな、本陣痛にかな、繋がらなかったって感じなんですけど、まあ、今日はどちらにしろ経過分娩ってことで止まってます。で今朝の6時半なんですけど、早速モニターを撮ってるんですけど、やっぱお腹が張ってんねん。ご飯食べる前に洗顔しちゃいます。これね、ビオレの洗顔です。片方でしか洗顔できへんかも泡立てられてるいつも使ってるスキーマンオーフォーの美容液、新しく買ったのよ。もうないから。9時から誘発して処置スタートって感じ。どれぐらいで生まれるの？そっから。いや、あの時1時間半で生まれたんですよね、そこからね。まあ、聞き始めてからね。聞き始めてから1時間半で生まれたので、まあ、今回も早いんじゃないかなとは思ってるんですけど、出産してらしたら多分、抗陣痛やら、なんやらで、もうスキンケアなんかやる気力もなさそうなので、今のうち、朝ごはんです。おいしそう。いただきます。めっちゃおいしそう。朝ごはんが楽しみやった。うん、体力つけないとね、この後お皿やから寝れた？昨日寝れない。ドキドキして寝れへん。ずっとこう携帯を見てるいつ生まれるか分かんないって言われたから。まあな、常に見てた。もうあと多分20分ぐらいで促進剤の準備やな。うん、なので頑張ります。面白いぐらい陣痛なくなったからね。え、5分間隔だったのにね、そっから10分になってて夜中には消えてた。寝ちゃったら消えた。じゃあちょっと仮眠して促進剤打ちます。はい、先ほど促進剤入りました。入ってあります。いや、その前に内診してもらって、うん、こうちょっと子宮口を広げる処置をしてもらったから、そっから痛みが今来てる。じゃあもう来そうですね、そろそろ。まあ、促進剤打ったら30分ぐらいに痛みに大体いつも来てるから。9時ぐらいに入れたんだろうね。9時15分。今9時半だから9時40分頃麻酔ってもらおうかな。どんどん広がりそうだね。頑張ります。あともうちょっとだね。うちのお母さんが来てくれました。
てくれました、大阪から。来ました、始発乗って今すぐ来ました。今回計画やからね。うん、よかった、間に合って、休み取ってな。そう、休ませもできました。ゆうちゃんにやっと会えたし、もうちょっとしたら会えるから。ちょっと1時間経ったら経ちますから、まあ、もしくはちょっとこのまま様子見るか、30分まで様子見ますか。うん、ノガ、ノガ痛くない、ノガね、ノガ本人的には痛い、いいんじゃないかな。じゃあ30分だったら行ってもらおう。このノガ7センチ出てましたね。すごい、スイッチ入って3センチか7センチ一気に広くくんですね。ねえ、ほんとスイッチ入るの早いですよね、警察さん。ちょっと聞いてきたかな。ね、やっぱちょっと発言が遅いんだね、きっとね。陣痛あんまり来なかったら帰るとかってね、そう言ってたらいいですよ。あれみたいな、もう生まれた、よかったよ、生まれてきて。あーいいね、ほんとかわいい。今日は1日だけな、明日帰るから、うん、今日ここ泊まれるんで、じゃあ今日は寝ます。はい、おやすみ。おはよう。生まれて1日目。1日目。カメラ目線向いてくれてんの。大阪から会いに来たよ。お疲れさ。見て。こちらのお部屋にやってきました。今日から同室です。かわいいね。メイとヒマが混ざってるのか。お花はね、ヒマの生まれた時と一緒。縁はメイちゃんで、輪郭と目開けるとメイかなって感じ。毛が濃いところもメイちゃんと一緒です。耳まで毛が生えてる。かわいいね。
本日で退院しますということで、沐浴もしてミルクもの 今飲んでて、この後私もご飯食べて退院なんですけど、今回は本当に今までにないぐらいめっちゃすごい体が楽で、なんかゆっくり過ごせたなっていう感じです。今日は退院で子供たちとやっとお家で過ごせます。ホームシック。これから4人の子育てと6人家族かで、頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。さくら、またね。さくらちゃんよろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。バイ。帰宅しました。初めてのお家ですよ、さくらさん。今日からネーネーたちと暮らします。ママよろしくね。あ、見て、これ誰？ベビー、ベビーベビー来たね、かわいい。あおの妹、よしよししたい。よしよしよし、そうそう、かわいい。あ、これが好きなの